生田斗真かつて、山下智久と喧嘩した理由は、シャツのボタン今は、母親同士が仲良くて。俳優の生田斗真、39、が26日放送の日本テレビ、おしゃれクリップ、日曜あと 10.00 に出演。名優の俳優、山下智久、39、と出会った頃に喧嘩した理由を明かした。山下から11歳の時に出会った二人が、お互いの人生の3分の2を共に切磋琢磨してこられたことを感謝してるし奇跡だと思っています。少年時代、ライブの衣装のシャツのボタンを上から何個目まで開けるか、靴の色は白にするのか、黒にするのか。細かいことでたくさん喧嘩した日々でしたねというメッセージが送られた生田。MC の山崎育三郎から何が喧嘩になったんですか?と聞かれると衣装は決まっているんですよ。で、バックダンサーをやっている時に山下と僕はタイになっている。いわゆる新芽っていう立ち位置だったんですよ。僕割と衣装は同じだけど、ボタンも1個開けるか2個開けるか。ちゃんと合わせた方がいいんじゃないの?新芽なんだからっていうスタンスだったんですけど、彼は当時やんちゃだったし。反抗期だったから、いや、俺は、ボタン全部開けるよ、ここは1個で行こうぜ、俺は全部だ。みたいな、で、喧嘩と、笑顔で振り返った。また、最近は、僕と山下本人よりも、母親同士が仲良くて、よく食事に行ってるんですよと明かし、母親たちに負けないくらい我々も今後とも仲良く、お願いしますと語った。